発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は発達障害の人の精神を蝕むものについてお話しいたします。アスペルガー、ASD、ADHD なんかを持っていますと、まあとにかくメンタルが弱かったりとか、劣等感が大きくて自分を責めてしまうなんてことありますよね。これにはいろんな原因があって、例えば扁桃体という感情を司る脳の部分が発達障害を持っていると過覚醒を起こしているので、防衛本能があまりにも働きすぎ、それがゆえに恐怖だとか劣等感が大きくなってしまうんです。本来であれば以前動画投稿したようにね、食事とか睡眠とか運動で改善していくことがとてもいいのですが、僕らの身近に潜んでいるある3つのもので僕らの精神というのは蝕まれてしまうんですね。どん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 ネガティブになったりとか、頭の中が忙しくなって苦しい状態っていうようになってしまうんですね。だからこそ今回は、じゃあそれは何なのかと、そしてどのように対処していけばいいのか、対策していけばいいのかということについてお話しします。これちゃんと頭に言っていただいて対策しないと本当に人生うまくいかないですし、自己肯定感は下がって何もなせないと、最悪依存症とかうつみたいな風になってしまいますので、ぜひ最後までご覧ってください。というわけで、発達障害の人の精神を蝕むもの、まず一つ目がスマホということです。スマホが悪いの？なんて思いますよね。別にスマホの全てが悪いわけではないですし、ネットが悪いわけでもないんですね。ネットというのは世界中の情報にどこからでもアクセスできる素晴らしいものです。ただやっぱりね、 YouTube とか Twitter、 SNS なんてのダラ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 見ちゃいますよね。もういつの間にか一日終わってたなんてことありませんか？それがよりね、ああもう今日も何もできなかった、スマホ見て一日終わったって劣等感上がるし、やっぱ頭の中忙しくなって本当に自分が集中したいことに集中できなくなっちゃうんですよ。で、なんでこれ発達障害の人が気をつけなきゃいけないのかっていうと、抑制機能、つまり我慢をする力っていうのがもともと弱かったりするので、ついつい欲望に流されちゃうんですね。そう、スマートフォンってドーパミンめっちゃ出るんですよ。つまり、まあ、ちょっとした依存症みたいな感じになってるわけですね。もちろん繰り返しになりますが、 YouTube の全てが悪いわけでないですし、 Twitter とかの情報が悪いわけでもありません。ただやっぱり仕事中なのについつい見ちゃうから仕事が終わらないとか、頑張りたいこと、夢目標、勉強したいことあるにもかかわらず、だらだら Netflix 見て一日が終わってしまうなんてことになってしまいますと、あなたが歩みたい人生っていうのをね、歩めなくなってしまいますので、注意が必要です。じゃあこれどうしたらいいのというと、環境圧力を使ってください。あなたの意志の力で何とかしようっていうのは前提として無理だと思ってください。だって人間ってそもそも弱いから。僕がめちゃくちゃおすすめしたいのがタイムロッキングコンテナってですね。これ時間セットして閉めたらもう何が何でも開かないってやつで、我慢をするのにとても有効なんです。そう、例えばダイエットするのであれば、お菓子をまず捨てたりとか、目の前がなくさないと食べちゃうように、使えない状況にしないとやっぱり人間っていうのは使ってしまうんです。で、これで慣れてくると別にこれ使わなかったとしてもある程度我慢できるようになります。僕なんかは電源切ってカバンの奥底に入れて仕事するなんてことをやってますね。なんだかんだ僕もね、結構欲望に流されてしまうたちなので、わざわざ電源つけてなんか愛情番号入れていろいろやんないと使えないっていう状態にすれば、人間の欲望って5秒ぐらいで収まるので、その5秒で、あ、まあまあいい、仕事戻ろうっていう風になってくれます。ぜひとも自分の意思でなく環境圧力、物理的にできないような状況というのを作ってください。ちなみにこれ、いや俺ガラゲーだし、まあ Netflix とか YouTube パソコンで見てるから大丈夫っていう話じゃないですから、お気をつけください。そして発達障害の人の精神を蝕むもの2つ目が甘いものです。これはつまり過剰な糖質が危険ということですね。まあもちろん糖質って体に大事な栄養素ですから必要は必要なんですけども、お菓子、チョコレート、菓子パン、アイスクリームなんてのね、食べてしまいますとドーパミンがどん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 出て依存症なんていうになってしまいますし、肥満だけでなくてメンタルにも直に来るんですよ。特に低血糖症といって、もう血糖値がグワングワンになることにより情緒の不安定さとか不眠、体のだるさ、イライラ、動悸、息切れなんてのが起き、むちゃくちゃメンタルやられます。確かにお菓子がね、好きだとか美味しいとかいうのはあるかもしれませんが、ほどほどにしないと
ても危険なんですね。とはいえカウンセリングに来られる相談者の方も、甘いものはやめられませんと、ストレスから逃げる吐け口なんですって方もいらっしゃるんですよ。で、甘いものを急にやめたところでストレスは消えないですから、鬱憤が溜まって逆に過食してしまうとか、別の依存性のあるものにハマってしまうなんてことがありますので、ぜひやっていただきたいのが、そのドーパミンを出すものというのを別のものに変えるなんてことがおすすめです。例えばめちゃくちゃやってほしいのが、まずプロテインですね。あれはタンパク質を大量に摂取でき、体作りであるとか情緒の安定にめちゃくちゃ重要です。しかも最近のプロテインってめちゃくちゃ甘いんですよ。僕のおすすめを動画説明欄に貼っておきますが、これをまずお菓子食べる前に飲んでもらうと、それだけで結構満腹感があるので、お菓子の量を減らすことができるんです。僕は豆乳なんかで飲んでるんですが、豆乳アレルギーなんだよなんて方は牛乳とか、まあ、最悪水とかでもね、美味しく飲むことができますので、ぜひプロテインやってみてください。そして最後3つ目がアルコールですね、まあ、つまりこれも依存性のあるドーパミンガンガン出るってやつですね。これギャンブルとどっちにしようかなって思ったんですが、今回はアルコールを紹介させていただきます。このアルコールも言わずもがな、飲みすぎると体っていうのがじわ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 おかしくなっていきますし、そのことによってメンタルってのをボロボロになっていくんですね。だってお酒に依存してしまうとか、我慢ができないなら自己肯定感下がりますし、お酒で体しんどーってなってるのにメンタルはめっちゃ元気ですってあるわけないじゃないですか。そう、僕ら発達障害を持った人というのはストレスというのを感じやすいので、それをなんとか逃がそうとかごまかそうとか対処しようとして、時間やお金や労力というものをそういったものにぶつけて浪費しがちなんです。たしなむ程度、自分が楽しんだりとかコミュニケーションのツールとしてちょっと使うぐらいだったら、もうぜひぜひ全然ねやっていただきたいんですが、自分の心とか体を蝕むほどやる危険もあるので、飲みすぎは注意なんですね。とはいえやっぱりこれも糖質と同じで、ストレスがそもそもあるから飲んじゃうんじゃないかって話ですよね。そういった方は僕が毎月やってる公園当事者会というのに参加してみてください。ここでは発達障害のことや生きづらさの対策っていうのを面白おかしく学びつつも、発達障害を持った当事者同士で面白おかしく人見知りでも友達ができるようなイベントとなっております。自分のストレスを愚痴ったりとか共感したりとか、面白おかしく楽しくおしゃべりするというのはめちゃくちゃストレス発散ができ、幸せな人生を歩むのにとても重要な要素になってきますので、3月は20日、4月24日、5月の30日毎月やっておりますので、ぜひご参加ください。人と話すの怖いんだという方も、イベントのスタッフがあなたに話を振ったりとかフォローしてくれるので、めちゃくちゃ人と仲良くなりやすいです。興味のある方はぜひご参加ください。動画説明欄に詳細が貼っております。発達障害を持っていますと、我慢をするのが苦手なので、スマホ依存になってしまったりとか、ストレスが溜まりやすいですから、甘いものとか、アルコールなんかに逃げてしまいがちです。しかしながら、あまりにもそれをやりすぎちゃうと、メンタルがボロボロになり、自己肯定感も下がり、不幸せになってしまいますので、環境圧力やいろんなストレスの発散法というのを学んで、良い良い人生というのを歩んでいってください。とはいえ、いやもうイベントまで待てませんよとか、てかそういうイベント苦手です、周りには言えないけど愚痴りたいんですって方もいらっしゃると思います。そういった方は僕が1対1でカウンセリングをさせていただき、あなたの溜まっているものを吐き出してもらったりとか、よりよく生きやすくなる方法なんてのをねお話しさせていただきます。ちょっとずつでもあなたは絶対に幸せになれますので、ぜひ動画説明欄のホームページよりお問い合わせください。全力でお力になります。僕は普段このように発達障害を持った人の人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。より多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンのチャンネル登録をお願いします。発達障害を持っていると大変なこといっぱいありますけども、共に成長して充実した人生、幸せな人生というのを歩んでいきましょう。あなたの幸せや成功、これより応援しております。以上、かずきでした。